皆さんこんにちは、ザツコです。切り立った崖や水中にまで存在する古代の遺跡の数々、それは地下も同じです。誰がどうやって作ったのか。地下という特殊な場所だからこそ、ミステリアスでワクワクさせてくれる独特の魅力にあふれています。カッパドキア、まるでキノコのような形の巨岩がいくつも立ち並ぶトルコのアナトリア中部の火山地帯にある凝灰岩の一帯。それが世界文化遺産と自然遺産の両方の条件を満たす複合遺産のカッパドキアです。地上高く突き出たたくさんの奇岩が目を引きますが、カッパドキアの真の謎や魅力は実はそれらの岩の下の地下にあるのです。火山灰が堆積してできた柔らかい凝灰岩を削り出して作られた250以上にも及ぶ地下トンネルが、まるで迷路のように張り巡らされていて、遺跡でありながら現在はその一部がホテルやレストラン、バーなどに利用されています。カッパドキアには先史時代から人が住んでおり、土器や金属器も発掘されているものの、地下都市がいつ頃から作られ始めたのかはっきりとは分かっていません。一説では紀元前4000年頃にはすでに岩を掘って住み着く人々がいたと言われています。その後時代が進むにつれて、また人口が増えるにつれて徐々に掘り進められ、トンネルは伸びていきました。紀元前1900年頃になると、アッシリア商人がこの地にキュルテペという植民都市を建設しました。紀元前1600年から紀元前1100年頃にはヒッタイト帝国の中心地となり、奴隷、鉱産物の交易拠点としてカッパドキアを発展させます。また別の説では、地下都市はヒッタイト人がフリギア人の吸収から身を隠すために作ったとも言われています。さらには紀元前800年から紀元前700年頃にフリギア人によって掘られたという説も唱えられているのです。ヒッタイトの滅亡とともにカッパドキアも衰退しましたが、1世紀前半にはローマ皇帝ティベリウスがローマ帝国の一部としてこの地を組み入れます。さらに2世紀後半になると、カッパドキアにはキリスト教徒たちが布教に訪れるようになりました。当時、ローマ帝国はキリスト教を認めておらず、キリスト教徒らにたびたび弾圧を加えていたため、弾圧を逃れた人々は4世紀初め頃までカッパドキアに隠れ住みながら信仰を続けていたのです。その後もキリスト教徒たちの修行場として、あるいはイスラム勢力からの避難場所として、時代によって使用目的を変えながら地下都市は利用され続けました。7世紀にはカッパドキアの人口はおよそ6万人にも上り、地下都市はさらに拡大し、人々は岩山に迷路のような地下通路を掘り、煙突や水飲み場、食料貯蔵庫などを備えた住居を作り上げました。1453年にビザンチン帝国が滅ぼされてからも、信者たちはこの地で信仰を守り続け、その後はオスマン朝がカッパドキアを領有しました。しかしその一方で、この地下都市はおよそ1万2000年前には存在したとも言われています。1万2000年前といえば、世界最古の遺跡と言われている、同じトルコのアナトリア地方にあるギョベクリテペ遺跡が築かれた頃と同じ時代。ギョベクリテペ遺跡は神殿の遺跡とする説が有力ですが、こちらも未だたくさんの謎が残る遺跡です。その謎の一つが、この神殿に携わった人々が生活する住居跡が見つかっていないことなのです。またこの時代にはヨーロッパ全体を網羅する地下トンネルがすでに存在しており、カッパドキアの地下都市はその一部だったと主張する研究者もいます。距離は離れていますが、同じ国に存在する同じ時代に築かれた遺跡。これは果たして偶然なのでしょうか。これらの謎が解けるには少なくともあと50年はかかると言われています。エジプトの謎の地下都市。ギザの大ピラミッドやスフィンクス、数々の神殿やモニュメント、ツタンカーメンの黄金のマスクなど、現在まで世界中の人々を魅了してやまない古代エジプト文明。超高度なテクノロジーを持ち、現在でも多くの謎に包まれている文明として知られています。その謎の一つがエジプトの地下に存在すると言われている謎の都市なのです。1987年、吉村作治教授が率いる早稲田大学の研究チームがスフィンクスの電磁気調査を行ったところ、地下にいくつかの空洞やトンネルが存在することが明らかになりました。その後は東京大学の調査によって、空洞の一つは前足のちょうど真下にあることが分かっています。またスフィンクスの背中部分には小さな長方形の穴があり、金属製の扉がついていて内部と行き来するための出入り口になっています。その出入り口を入った中には縦穴があり、地下へ行けるようになっているとのこと。さらには頭頂部と尾の部分にもこのような出入り口があるのです。まさにこれはスフィンクスの内部に人が出入りすることを想定して作られていることを意味しています。つまり部屋や通路など何かしらの空間があるということですね。中には単なる空間ではなく巨大な地下神殿などの遺跡があるかもしれないと考えている研究者もいます。スフィンクスがいつ頃作られたのかについては諸説あり、現在でもはっきりとした答えは出ていませんが、大ピラミッドよりも早い時代に建造されたであろうことはほぼ確実視されています。ボストン大学のロバート M ショック教授は、スフィンクス本体や周囲の囲いに降雨による侵食が認められることと、かつてエジプトで長い期間に大量の降雨があった時代から紀元前7000年頃に建造されたという推測を出しました。これに対し、スフィンクス研究の第一人者であるジョン・アンソニー・ウエスト氏は、もっと古い氷河期の終わり頃に建造された可能性を指摘しています。また、世界的なベストセラー、神々の指紋の著者として知られるグラハム・ハンコック氏らは、紀元前1万500年頃の春分の日の朝に、スフィンクスの正面から獅子座が昇ったことから、この時代に建造されたと考えました。この中で一番古い時代が、ウエスト氏が主張している氷河期の終わり頃で、およそ1万5000年前とされています。まるでピラミッドを守るかのように位置するスフィンクスですが、実は三大ピラミッドの中で最も古いクフ王のピラミッドより約2400年から1万年も前にすでにギザの大地に存在していたのです。一説では三大ピラミッドの一つであるカフラー王のピラミッドとスフィンクスは地下でつながっているとも言われています。この説を後押しするように、シリアの新プラトン主義の哲学者イアン・ブリクスは、スフィンクスの体の中を通ってギザの大ピラミッドの内部に通じる入り口があると記録しています。そして、なんとギザの大ピラミッドの下にも地下都市があったと言われているのです。ギザの大地には人工的に作られた複雑な通路と地下の川やトンネルを組み合わせた巨大な地下システムがあると主張する研究者もいます。1978年以降に行われた地中レーダーを使用した調査によって巨大な地下空洞の地図も作成されました。さらにはギザの大地の地下には少なくとも1万5000年前の巨大な地下都市が存在するとも言われているのです。1万5000年前といえば、先ほどお話ししたウエスト氏が主張しているスフィンクス建造年代と一致しますね。もしそれが真実ならば、古代エジプト文明が起こるよりもはるか前にスフィンクスが存在し、ギザに高度な文明があったということになります。ただし不可解なことに、エジプト政府は最近10数年は、スフィンクスやピラミッドの地下に空間は存在しないと繰り返し否定しています。以前はテレビ番組などで存在を肯定するコメントをしていたにもかかわらず、ある時期からそれは秘密にされるようになり、情報公開は制限されるようになったのです。エジプト政府が突然その存在ごと否定するようになった理由とは、一体何なのでしょう。そして地下の調査や研究は進んでいるのでしょうか。そこにどんな力が働いているのか、それを想像すると少し怖くなってしまいます。古代インカの地下通路、城塞遺跡のサクサイワマンや世界遺産の空中都市マチュピチュなど神秘的で、現在でも世界中の多くの人々を引きつけてやまない古代インカ文明。高度な建築技術を持ち、カミソリの刃も通さないと言われるほど精巧な石組みの建築方法など、今でもたくさんの謎にあふれていますが、そんなインカには巨大な地下トンネルが迷路のように張り巡らされていると言われています。1200年代から1532年までの間、インカ帝国の首都で文化の中心地として栄えたペルーの町クスコ。約50年前、そのクスコの町にあるサクサイワマン遺跡の裏にあった洞窟の探検に行った大学生5人が行方不明になるという事件が起きました。そして1ヶ月後、同じクスコにある太陽の神殿の地下室から行方不明になっていた大学生の一人が生還したのです。このことからインカの遺跡群は地下に作られた広大な網の目状の地下通路でつながっているという説が強い真実味を帯びることになります。そしてそのトンネルはエクアドルやアンデス山中、太平洋まで続くと言われ、その総延長は 4000km にも及ぶと言われているのです。この地下トンネルの全容は未だに明らかになっていません。また、いつ誰が何の目的で作ったのかもはっきりとは分かっていません。地球空洞説を著したレイモンド・バーナード氏は、地球の地殻は大陸から大陸へと海底の下をくぐり抜けて網の目のように張り巡らされたトンネルで、まるで迷路のようにつながっていて、それが地球内部の大空洞に存在する地底都市群に通じていると主張しています。コロンブスによってアメリカ大陸の存在がヨーロッパに知られ、侵略を受けるようになった時、インカの民は忽然と姿を消してしまい、後にはケチュア族のインディオだけが残っていたそうです。この時、インカの人々はスペインの征服者たちや宗教弾圧から逃れるために地下に身を隠し、そこから逃れたという説を唱えている人もいます。その説によると、インカ人たちは敵の軍が国に入ってくるとリャマの背に金銀財宝を積んでこの地下トンネルから脱出したのだとか。先ほどお話ししたインカの精巧な石組みは地震に強く簡単には崩れないという特徴があり、だからこそ現在までその姿をとどめているとも言えますが、地下に張り巡らされている通路にもこの技術が使われており、今現在も崩れることなく残っていると言われています。地上でさえ大変な手間や時間がかかるであろうこの技術を地下で用いたのだとすれば、一体どれほどの労力がかかったのか想像するだけで気が遠くなりそうですね。現在、サントドミンゴ教会の大聖堂やセクシーウーマン遺跡など、この地下通路の入り口のうちのいくつかはクスコの街中や近郊で地元の人々に知られる存在になっています。ただし、立ち入り禁止になっている入り口や、入れたとしてもそれほど長い距離を進まずに地上に戻ってしまったりなど、深部まで入ることは難しいようです。謎に満ちた長大なインカの地下通路。進んでいった先には何があるのか、想像するとワクワクしますね。地下という閉ざされた場所にあるからこそ、独特の魅力を持つ地下世界。どんな人たちがどんな風に使っていたのかは分かっていても、最初に作った人たちのことや作った理由、作られた時代などはほとんど分かっていないという共通点があるように思います。そしてそこに使われている高度な技術の数々。もしかしたら私たちの想像を超えた未知の存在の力が関わっていたのではないか、そんな風にも思えてくるのです。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。